そうだ、そうだ。文句あり得るのは、マート派にやったらやばいわって思ってさ。そうだよね。デビなんかと張り合ったら、デビ能力を、競うってやばいってなっちゃう。で、しかもそんなとこ評価されんでええわって。いや、まあ、能力全部デビとしての能力なんて。多分そう。やばっ、どんどんと張り合ったやばっ、やばっ、まずい、まずいって分かったじゃん。ジルの中のとさるの。どんなひどい災難が降りかかるか分からんって気がついたんじゃん。デビと張り合ったら。で、第一、その、張り合う対象の職場ジャージできない。しかも、デビの妨害したなんて、みんなに思われたら、ましてや、デビの敵に思われたらっていうか、敵というかね、デビの仕事の対象の相手なる困った霊たちに、ジュリが、デビとしての仕事邪魔してたなんて思われたら、やっばーって分かったんじゃん。邪魔されてるわけでもないけど、あ、分かる分かる、伝えて、そういうの気が来るやろなって、分かるよ。でも、ほんまに、ジュリに、ろくでもないものがうわっていくときは、怒るで、めちゃめちゃ。ジュリに対して怒んで、なんで今来たと怒んで。な、蜂蜜隠してるんちゃうで、蜂蜜がないときあれ。な、砂糖の、水飴か。一休さんとかの話の。水飴隠してるとこバレたとか、そんなんちゃうからな。でも、デビって説明せんかったらそういうふうに思いがちでしょうよ。最初から分かってましたって。なんで意味でそんな秘密簡単にうちとデビで待って出会った時に言うか。あ、ほんと。